小宮山康子さん。小宮山さん。立国者、小宮山康子でございます。本日は、高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対し質疑をさせていただきます。前回2018年の法改正は2014年に障害者権利条約の批准を受けての大改正で共生社会の実現、社会的障壁の除去を基本理念に公共交通事業者によるハードソフト一体的な取り組みの推進、バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取り組みの強化などが主な改正でありました。同年には議員立法でユニバーサル社会実現推進法も成立させていただき、公共交通のバリアフリーは著しく進展をしてきていると認識をしております。今回のバリアフリー法改正は心のバリアフリーに重点が置かれている点、バリアフリー基準適合義務の対象が公立小中学校に拡大されたこと、特に避難所となりうる公立小中学校への義務化は大きな進展の一歩であり、またこの点に関しましては前回付帯決議をつけさせていただいたことに対して、また国土交通省におきましてさらに進めていただいたことに感謝をするとともに、今回から追加された文科省におきます主管も追加されておりますので、この公立中学校へのバリアフリーの実行実現には期待をしたいと考えております。3月31日にはバリアフリー法改正に対する参考人からもさまざまなご意見を伺う機会がございました。中央大学研究開発機構の秋山哲夫機構教授におきましては、今後の期待として調査段階から当事者参加インクルーシブデザインへの努力、心のバリアフリーの仕組みづくりの必要性、地方都市の鉄道の無人化や地域のモビリティとアクセシビリティの一体化対応と地方都市の公共サービスへのモビリティの発想が必要性を語っていらっしゃったこと、 NPO 法人中部代表理事の尾上浩二さんからは、空港バス、長距離バスのバリアフリー化、ホームドアの設置促進、ホームと車両乗降口の段差隙間解消や、また3000人未満の駅などのバリアフリー化、無人駅の問題、また全日本視覚障害者協議会代表理事の山城万次さんからは、視覚障害者の安全で安心な歩行バリアは、落ちる、ぶつかる、つまずく、迷うをなくすことだ、命危険を伴う事故は2010年以降毎週1件以上視覚障害者の駅ホームからの転落事故が起きているだと、本当に現実的であり、また賛同ものでございました。また委員会としましては、はとバスや羽田空港、そして営団地下鉄への視察もさせていただいたところでもあります。この中からまた質問させていただきたいと思いますが、まず最初に建物のバリアフリー化について質問させていただきます。国土交通省が2019年8月にまとめた2000平米未満の店舗、飲食店等のバリアフリー化の実態把握に関する調査結果によりますと、面積別バリアフリー化、建築物移動円滑化基準への適合率は2割以下のバリアフリー化にとどまっているそうです。バリアフリー化が進んでいない最大の原因と考えられるのは、バリアフリー法の下、店舗、飲食店など店舗が多数入っている2000平方メートル以上の特別特定建築物にバリアフリー整備基準が課せられてはおりますが、建物内に入っている個々の店舗内についてはバリアフリー整備基準は規定をされていないことにあると思います。つまり建物はバリアフリー化されているのに、中に入っている店舗や中の段差や固定椅子のため車椅子では入れないお店が多く存在していることでもあります。平成30年バリアフリー法改正時の付帯決議に、小規模店舗について実態把握、 UD 化に向けてのユニバーサルデザイン化に向けての所要の措置を講ずることといたしましたが、今回の改正案提出までの国交省の対応、目標などの概要について、まずは簡潔にご説明ください。真鍋住宅局長。前回のバリアフリー法改正以来の取り組みについてご説明申し上げます。
前回のバリアフリー法の改正時の付帯決議において、小規模店舗のバリアフリー化の実態把握を努めるとともに、ユニバーサルデザイン化に向けて所要の措置を講じることとされております。この付帯決議を踏まえまして、私どもでは全国の特定行政庁等の協力をいただきまして、平成30年11月から平成31年1月までに確認申請が行われた小規模店舗のバリアフリー化基準の適合状況、これを調査いたしまして、先ほどご説明のありました小規模店舗のバリアフリー基準への適合率、これを約2割というふうに明らかにしたわけでございます。こうした実態調査の結果も踏まえまして、国土交通省では小規模店舗のバリアフリー化の促進に向けまして、地方公共団体の担当者を集めた会議などの場を通じまして、地域の実情を踏まえた条例による義務付け対象規模の引き下げに向けた前向きな対応を繰り返して要請してきております。また本年の1月になりますが、学識経験者、高齢者、障害者の団体、あるいは事業者の団体などで構成される建築物のバリアフリー化のガイドラインである建築設計標準の見直しのための検討会、これを立ち上げたところでございます。この中の中心的な課題が、小規模店舗を効果的にバリアフリー化するための知見や優良事例をまとめるということでございまして、令和2年度中にこのガイドラインをまとめ、関係省庁と連携して関係業界に周知したいというふうに考えてございます。小宮山さん、ぜひこのワーキンググループの結果というのは期待をして待たせていただきたいと思います。とはいえ、小規模店舗のバリアフリー化推進のためには、まず2000平方メートル未満の建築物に対しても、新築大規模改修時にバリアフリー整備義務を課すことが必要ではないかと考えております。また建築建物自体のバリアフリー義務化とともに、店舗内のバリアフリー整備基準を策定することが必要かと思いますが、この点に関しまして大臣のご所見をお聞かせください。赤羽国土交通大臣。まず今回の法改正につきまして、委員会としてですね、現場の視察ですとか、大変有意義な参考人の皆さんからのご聴取いただいたこと、大変感謝申し上げたいと思います。私も大変資料を読ませていただいて勉強になっております。で、私先ほど申し上げましたように、20年余り、このバリアフリー化取り組んでまいりましたが、やっぱり率直に言って最後に残ったのがこの小規模の、お店のバリアフリー化なんですね。で、私この20年間振り返ってですね、やっぱ現実をどう変えていくのかという中で、法を義務化すれば簡単にバリアフリー化が進むかというと、なかなかそうじゃないと。現実この2000平米以下の小さなお店っていうのは、おそらく商店街で空き店舗なんかが利用されてですね、若い人が起業でお店を始めているようなところがあって、そこにバリアフリー化のことを、若干高いハードルを掲げるというのはどうかみたいなことが現実的にあって、非常に歯がゆいわけでありますが、そうした中で今検討会も先ほど局長から答弁させていただくように、法的にどうするかということは検討しながらも、同時にですね、やっぱりここのお店はそうしたバリアフリー施設があるといったことを発信してもらって、障害者団体の人に使ってもらえると、世の中で小さなお店でもバリアフリーといっても、多分段差解消とかトイレを少し広くするとか、そうしたことだと思いますので、そうしたことが進むですとか、また特に東京オリパラ大変重要なものですから、この東京オリパラに向けてバリアフリーの飲食施設のガイドの作成をしているとかですね、もしくはホストタウンに所在する飲食店につきましては、バリアフリー化に対する補助制度も創設をしたところでございます。また本年1月にですね、飲食とか小売業の業界団体の皆さんと官民一体となって、チームウェルカムという組織を作りまして、ちょっとした工夫でできる店舗等のバリアフリー対応事例を積極的に共有していこうという、そういう運動論も立ち上げて、私も紹介参加をさせていただきました。少しずつですありますが、こうしたやっぱり少しのバリアフリー化を進めるということが、共生社会がしっかり進んでいくんだということを、どう社会に認知させていくのかということを、普段の努力をしながら、また法的な検討は合わせてしっかりと進めていきたいと、こう考えております。小宮山さん、ありがとうございます。昨年国民民主党の女性議員たちと明石市、兵庫県の明石市に視察、また研修に行かせていただいたときに、市長の方から、やはりバリアフリーのまちづくりということで、小規模の店舗などの段差解消などのために、
上限20万円での回収費用を出していらっしゃいました。これは有効な手だったかなと思います。大きな額ではないかもしれませんけれども、これによって多くの方々が店舗を選べるということは大切だと思います。特に私自身も昨年第五中国骨折、いわゆる下駄骨折をしたときに電動車椅子を借りて活動しておりましたが、そのときにいつも行っている個人商店とかレストラン、そういったところに段差が張ったがために入れなかった経験をいたしました。これ自体はいつも障害者の方々がおっしゃる、自分たちが何を食べたいかで店を選ぶのではなく、日本では何をどの店に入れるかでしか選べないということをおっしゃっていたことを私自身も実感したところであります。ぜひ大臣におかれましてもさらにこの課題に関しましては後押しをしていただくことを要請いたします。さて、2017年5月に ICE 国際パラリンピック委員会にバリアフリー対応の客室が不足していると指摘されたように、我が国のホテルのバリアフリー化は諸外国に比べて大きく遅れていると感じております。一般客室の段差を回収し、ドア幅80センチ以上にするなど、ユニバーサルデザイン化のガイドラインや義務化をする自治体もありますが、新築や大規模改修に伴うものが対象となるもので、大半の既存ホテルにおいてはバリアフリー、ユニバーサルデザインにはなっていない。車椅子を利用する障害者やパラアスリートのホテルの選択肢は狭いとままであります。バリアフリー対応ではない一般客室で不自由を強いられているというのも現実でもありましょう。パラリンピックも1年後になりましたので、この間にさらに改善が進むことを願っておりますが、先ほどお伝えしたとおり、私自身は電動車椅子を2ヶ月ほどレンタルをして、バリアフリー体験も重ねさせていただきました。ホテルにも泊まった場合、車椅子が大丈夫だというホテルの説明を聞いた上で入ったんですが、一般の部屋に入ったんですが、狭いがために車椅子の方向転換ができませんでした。外に出ようと思ったときには、車椅子に座って動かそうとすると、扉が内開きになっているので、両方いっぺんに作動することがなく、閉じ込められたような状態に一瞬なりまして、大変焦ったんですけれども、その後、パラリピアの大日向さんにお目にかかったときに、止まったんだって、あなた閉じ込められたでしょというようなことを突然指摘をされました。非常にびっくりしたんですが、おそらく多くの障害持ちの方、また車椅子ユーザーの方々は同じような経験をしているんだなということを実感をいたしました。つまり多くの場面で健常者が考えるバリアフリーとよく揶揄されますけれども、そういったことが起きているというのも実感をいたしました。高齢者、障害者の教育会の意見を聞いたのに、実際に出来上がった施設等は使いづらいものになっていたなどという報告も聞こえてまいります。これはバリアフリー施設等の設計やデザインをする方々が、バリアフリーを卓上で学び、スロープがあれば大丈夫のように、実際には角度が急すぎるなど、実務には実際に使用するには向かない設計、また確認する側も適正化が判断できないというようなことが、建築の確認ですね、できないということが重なっているのも日本の現状ではないでしょうか。そこで国の提示する整備方法のバリアフリールームは、いわばフルスペック整備であるがために、設置に費用、面積がかかり、事業者も導入が進められないということを考えみると、現状のままではなくても扉幅や手すりの設置などで配慮がなされた一般客室のユニバーサルデザイン化を義務付けることが必要と考えますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。真鍋住宅局長。ホテルのバリアフリー化についてのお尋ねがございましたら、お答え申し上げます。ホテル、旅館のバリアフリー化の推進にあたりましては、ご指摘のとおり、車椅子使用者用客室に加えまして、一般客室のバリアフリー化を進めることも望ましいことだと考えてございます。ホテルなどの客室の大きな割合を占める一般客室に一律の基準を義務付けることについては、慎重な検討が必要とは考えてございますが、昨年3月に障害者団体の方々や有識者などで構成されるホテル等の客室の設計に関する検討会、これを取りまとめたときに、ホテルなどの一般客室部分に関する設計のガイドライン、これも併せて策定しておりまして、現在、周知に努めているところでございます。さらに東京都あるいは大阪府においては、バリアフリー法に基づく条例によりまして、ホテル旅館等の新築にあたり、車椅子使用者用客室だけではございませんで、一般客室についても一定のバリアフリー化を義務付けると
こういう条例を定めているところでございます。私どもといたしましては、他の地方公共団体でも、地域の実情に応じて、このような取り組みについて、前向きに検討するよう要請してきているところでございます。小宮山康子さん。引き続いて歴史的建造物のバリアフリー整備についてお伺いしたいと思います。名古屋城天守閣木造復元事業では、史実に忠実な復元を理由にエレベーターを設置しない方針で計画進められると聞いて、そしてこの点が物議を醸しているところでもあります。税金を投入して新たに建てる公共建築物にもかかわらず、バリアフリー整備を行わず障害者が利用できないとなると、また機能低下をされた方が使えないということになると、障害者権利条約や障害者差別解消法、バリアフリー法の共生社会の理念に反してしまうとのではないでしょうか。歴史的建造物についてもバリアフリー法の対象とし、既存の建築物など大規模改修時に可能な限りバリアフリー化整備を行うこととし、また新規に復元建造物などを設ける際はバリアフリー化整備を義務とすることも決断をが必要かと考えます。文化庁と国土交通省で判断分かれるところかもしれませんが、政府の見解をお聞きします。真鍋住宅局長。歴史的建築物の復元にあたりましてのバリアフリー化についてお答え申し上げます。今名古屋城のお話が出ましたが、名古屋城の復元に関する具体的な計画については承知しておりませんし、またその取り扱いについてもまだ未定と聞いておりますので、一般論でのお答えをお許しいただきたいと思います。文化財保護法に基づき指定された国宝あるいは重要文化財などにつきましては、文化的価値の保存継承に配慮することが必要と考えられることから、バリアフリー法に基づく義務付けの対象からは除外される仕組みとなっております。一方でバリアフリー法におきましては、高齢者障害者などが日常生活または社会生活において利用する施設を設置し、または管理する者が物が移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないというふうに定められているところでもございますので、個別の歴史的建築物の復元にあたりましては、こういったバリアフリー法の規定、枠組みも踏まえながら、当該建築物の設置者などにおいて、適切に計画していただくことが重要ではないかと考えるということでございます。はい、文化庁杉浦審議官。お答え申し上げます。障害のある人や高齢者を含むすべての人がより快適に文化財に親しむことができるよう、文化財の活用のためのバリアフリー化は重要であると、このように考えております。一方で史跡等文化財の整備にあたりましては、史跡が有する価値を適切に保存し次世代に確実に伝えることが重要であるとともに、個々具体の文化財の特性や物理的な環境によっては一律に基準を定めることが技術的に困難な場合もございます。このように文化庁といたしましては、こうした文化財のバリアフリー化と史跡等の文化財の価値を保存する形での整備につきましては、できる限り両立が図られることが大切だとこのように考えておりますけれども、それと同時に復元建造物のバリアフリーのあり方やその対策に関しましては、一律に基準を定めることは困難であるという実情もございます。従いまして、復元建造物につきましては、施設の所有管理者におきまして、文化財の特性に応じて、具体的かつ適切に判断されていくことが重要であると、このように考えているところでございます。小宮山康子さん。時間の関係で少し先に進めさせていただきますが、空港アクセスバス、長距離バス、いろいろ努力をされています。視察に行きましたハトバスさんでも、空気の循環の、車内の関係を聞いていた際中に、バスの方でバリアフリーのため車椅子の乗車 の練習などを講習などを一生懸命続けている姿、本当に感銘も受けましたし、こういった方々も、ぜひ支援をしていただきたいということを伝えさせていただき、またさらにその導入も、一定割合などを検討していただくことを要望いたしまして、次に行かせていただきたいと思います。電動車椅子を利用している際、新幹線を利用するのも実は予約にも大変苦労いたしました。数日かかるような状況でもありましたが、大臣も就任直後
視察もされて、複数の車椅子が同時に同一車両に乗車できるようにするなど、積極的な発言をされておりました。例えば東京駅は自動車の車寄せがないため、また大きな駅になるほど誘導する職員との合流までに時間がかかる。新幹線に乗る場合はだいたい30分前に駅に到着してくれと言われ、ホームの方に連れて行かれて、またここから何十分も待つというようなことも経験をいたしました。本来ならば福祉車両が横付けできる駐車スペースも必要ですし、新幹線もフリースペースの増設など改善を進めるべきでしょう。今後機能低下をした高齢者や障害者など誰もが国内を移動し観光を楽しめる環境整備は急務であります。大臣の理想とする新幹線の在り方やバリアフリーユニバーサル社会推進についてご指示をいただければと思います。赤羽大臣。新幹線は世界に冠たる高速鉄道だというふうに思っております。その速度の速いこととか、パンクチャリというか時間厳守性とか、ただ客観的に見て、バリアフリーの施設というのは大変遅れているというふうにかねがね思っておりました。今、ルールでは重力両編成で、2席以上ということが指針となっておりまして、それを守られているわけでありますが、あまりにも東京オリンピック・パラリンピックを迎えるにはあまりにも貧弱だというふうに思っておりまして、かねてより、JR との検討してきたところでございます。現状今のところはですね、通路からはみ出すので、車内販売が来ると一回外に出なければいけないと、こうしたことが当たり前のように行われているというのは、やはり是正しなければいけないということで、なんとかフリースペースの確保ということ、大変難しい問題で最初は難航しておりましたが、昨年12月だったと思いますが、 JR 各社の社長を出席してもらって、私たちの思いをして、これはしっかりやりたいということで、そうしたことで会議を進めております。で、翌年1月にはJR 東海の最新の車両ができたということで実車しましたが、私たちの思っていることでは相当乖離があるということで、そのしっかりと改善してくれということをはっきり申し上げました。おそらくフリースペースを実現するという方向になっておりますし、それでそれは第一歩というか、大きな一歩であると思いますけど、第一歩ということで、しっかりと世界に冠たるさすが日本の新幹線は、質的にも速度的にもサービス的にも素晴らしいとこう言っていただけるように、頑張っていきたいと思っております。バリアフリーというのは私は国の品格の表れだというふうに思っておりますし、やっぱり日本は成熟国家としてふさわしい、ユニバーサルデザインの社会というのを世界に示していけたらというふうに思っているところでございます。小宮山さん。ありがとうございます。ユニバーサルサービスバニアフリーの進捗状況が国の品格に現れるというようなことだと思っておりますので、私もそれに賛同いたします。はい、大臣なんか。赤羽大臣。ハード面だけじゃなくてソフトもですね、予約もウェブ予約ができなかったとか、2日前までに予約しないと当日はもうそこはキープできないというようなこともありましたので、ウェブ予約もできるようにし、特にそのバリアフリー対応の席はですね、今までこの14日のダイヤ改正からですね、当日もそう販売しないと、一般用に販売しないという確保するということをもう実現しましたので、ちょっとご報告をさせていただきたいと思います。小宮山さん。ありがとうございます。私が車椅子使った時はまだ実現していなかったので大変苦労いたしましたので、次はできれば体験はしたくはないのですが、皆さんの報告を、障害者当事者の方への報告を受けたいと思います。さて、小規模駅のバリアフリーの整備の推進についてお伺いしたいと思います。3000人未満の駅のうち 21% のみしかバリアフリー化がなされておりません。この現状を見ますと、やはり社会的障壁除去のためには最終的には単独状況可能な駅のホームの整備というのは迅速な人的対応システム確立等事業者の取り組みというものは期待されるところではございますけれども、まだまだ障害をというのは土地や地域を選んで大きな駅を選んでいるものではございません。そういったことにおいては検討会を立ち上げて無人化のバリアフリー整備のガイドラインを策定し事業者に遵守を求めることも必要だと考えますが、この点に関しまして国交省の見解をお聞かせください。水島鉄道局長。
お答えを申し上げます。鉄道障害者の方にご利用いただく場合におきまして、障害のある方とない方との取り扱いを可能な限り同様なものとすることが大変重要であるというふうに考えておるところでございます。無人駅についてのお尋ねがございました。鉄道駅については現状総駅数9464駅のうち4478駅が無人駅となっておりますけれども、無人駅であっても障害者の方が利用する駅については障害者の方に可能な限りご不便なく鉄道をご利用いただくことが重要であると考えております。このため鉄道事業者の方におきましても、これまでさまざまな取り組みを実施してきたところでございまして、障害者の利用実態を踏まえた上で必要に応じスロープや内包線付き天井ブロックなどの施設整備を図ってきております。また利用が一定程度見込まれる時間帯における循環見守りや介助要員のスムーズな派遣などの人的な対応体制の整備を行っている事業者もございます。国土交通省におきましても、無人駅における安全や利用者利便の確保について、その実態を把握いたしますとともに、必要な対策について、鉄道事業者との間でさまざまな議論を行ってきたところでございますけれども、今後も議論を重ねまして、対策の充実に努めてまいりたいと考えております。小宮山さん。ありがとうございます。UT タクシーのことにお伺いするところですが、ちょっと先に進ませていただきますが、指摘をさせていただきたいのは、UT タクシー、私自身は電動車椅子のウィルというのを作りますが、等反力、10度越すと急角度など危険のランプがつきます。スロープを下ろすような車両、UT タクシーや例えばバスなどは、降りる場所によって角度が変わってきます。そういったところにおいても、まだまだ新たな車両の開発や補助金のなどの施策においては、やるべきことがあるかと思っております。特にUT タクシー横から乗るのはさまざまな困難がありますので、通常のUT タクシーじゃなかった UT デザインの、ユニバースデザインの車両などは後部室から乗るのが通常になっております。こういったところもぜひ参考にしていただきたいと思います。そしてすべてはここから発生するところではありますが、移動の権利についてお伺いしたいと思います。障害者は交通共通機関を利用しての移動を伴う際、通勤通学、旅行、あるいは日常の移動、いずれの場合においても障害を持たない者に比べてさまざまな制約を受けているのが現実です。社会的障壁を除去していき、障害者にもより一層の移動の自由を確保していただくためには、障害者のアクセシビリティ、移動の権利があることを明確にすることが必要ではないでしょうか。障害者権利条約一般的意見2号では、アクセシビリティは障害のある人が自立して生活し、社会に完全かつ平等に参加するための前提条件であると示されています。 IPC アクセシビリティガイドでは、アクセスは基本的人権であり社会的公正の基本である。社会的公正とは、人々を個人として受け入れ、社会生活に完全に参加するための公平で平等な機会へのアクセスを保障することと明記されております。今後バリアフリー法においても、障害者の移動の件について明記していくことが重要な課題となると考えますが、国土交通大臣のご所見をお聞かせください。赤羽大臣。移動権の問題というのは、これまでも何度も審議をしてきたところでございます。大変難しい問題でありますが、結論的に言うと、この移動権で保障されるような内容を体現できるようなユニバーサルデザインの社会づくりを目指して、私自身は取り組んできたつもりでございます。で、特にですね、2006年だったと思いますが、国連で障害者差別禁止法が、また日本政府も2013年にそれに調印をしたと、そうした中で、我が国の整理はですね、その下でですね、障害者基本法などを通して、そうしたものを担保されて、バリアフリー化を進めているということでございます。なかなかこの移動権を日本の法律の中に入れるということ、なかなかコンセンサスが取れない状況でございまして、平成30年のバリアフリー法の大改正の時も、こうした議論は同じような状況でございましたが、私、当時、政府の原案の中でですね、これは移動権はなかなか入れられないのはよくわかるけれども、なんとかもう少し物理的なものだけではなくて、基本理念というものが大事なんではないかということで、今ご紹介いただきましたように、社会的障害の除去ですとか、共生社会の実現というものを法の基本理念に入れさせていただいたところでございます。現状ではなかなか難しいというしかお答えができないんですけど、こうしたものが将来、継続に検討しながらも、
実態としてはしっかりとしたものを進めていかなければいけないと、 今申し上げるようなそうしたことでございます。小宮山さん。ありがとうございます。私も大臣と同じ方向で考えて、移動権利については考えるところではありますけれども、バリアフリー法改正前回以降もさまざまなところでこの移動の権利というものが限的には確保されるような状況が生まれてきたこと、そして今回これのバリアフリーということに重点を置かれたこと、そういったことをインクルーシブもそうですけれども、そういったところにおいてはそろそろこの機が熟してきたのかなと考えております。移動の件については今回の法改正には盛り込まれませんでしたけれども、障害者権利条約の理念と反映という点からも今後引き続いて検討していくことを要望させていただきます。また最後になりますけれども、地域主権改革に係る第一次第二次の一括法の施行に伴い道路法及びバリアフリー法が改正され、国の政省令等で規定されていた道路の構造等の技術的基準について県道や市町村道等の基準を地方公共団体が条例により定めることに変更されています。バリアフリー法の関係するますこの移動等円滑化のための必要な道路の構造に関する条例の地方自治体における制定状況については都道府県、政令市についてはすでに制定済みですが、すべての自治体について制定されていないかも国交省で把握すべきだと考えます。今後のバリアフリー改正に契機に、誰もがより安全に安心して移動できる道路が整備させるためにも、今後、各自治体での条例整備状況の把握、条例の下での整備、管理の推進から図られるように促していただくことを重ねて要望いたします。最後になりますけれども、この数年バリアフリー法は確かに改正をされましたけれども、そもそもで言えますが、障害者権利条約の精神を語る上での Nothing about us without us、 私たちを抜きに私たちのことを決めないでとの言葉は欠かせません。多くの当事者の方々、そして障害をお持ちでない方々もともに住みやすい日本を作るために、また移動の権利を守る確保するために努力されること、またそのための支援を国交省文科省に依頼をいたしまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に伊藤。